どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて今回は決定的証拠をつかめということでこちらやっていきます。惹かれたさあ、この角を曲がったらっていう感じなんだけど、エマチャイルドの隠れ家に近づいています。何か手がかりがないか探してみましょう。わかった。上か、こういう時はハッキングして、回避運転か。あ、欲しいっちゃ欲しいけど、まあ入れたら開けれるけどって感じだね。あーはー、そこの壁登れるか。本部、捜索完了予定じゃ。行けそうな高さだね。ういっと。ここの奥か。まあ倉庫に隠してるとは思わないか。ここら辺の倉庫にはね。よし、じゃあ入ってみよう。いたぞ、そこだ。動くな。おい、動くな。おい、あー、なるほど。マジか。拉致られたか。なるほどね。はあ、どうしよっか。しょっぱな拉致られたね。ちょっと、そしたら今回は、このお姉さんでいくか。めっちゃ笑ってるけどね。大変残念なお知らせですが、お仲間が一人拉致されました。え？きっとサーズの仕業だ。アルビオンがやったにしてはやり方が巧妙すぎる。問題はその理由だな。マリクについての情報を引き出すためでしょう。当然のように拷問されていると思われます。エマチャイルドが誘拐したやつを拷問してマリクの情報を引き出せと発言しているのをご覧になっていると思いますので、くどいでしょうが。くそ、マリコを見つけないと。バグリー、何か知らせる方法があるはずだ。もちろん、位置をマークしました。マリクは慌てて立ち去ろうとして最後のメッセージの暗号化に失敗したようです。セーフハウスまでたどるのは拍子抜けするほど簡単でしたよ。うん、それで？マリクは非常に凝り固まった思考回路の持ち主です。今頃自分のミスに気づいて移動しているでしょう。ですが、セーフハウスのコンピューターを監視していないはずはありません。そのコンピューターから答えないならチャイルドに全部話す的なメッセージを送れば、あの性格ですからこちらの話を聞かざるを得ません。やってみる価値はある。行動開始よ。さあ仲間を助けに行きますか。場所はこれだね。さあ、もうちょいだね。
よし、着いた。この辺りか。あ、観覧車見えたね。すごい巨大チェスだ。さて、上か。マリクのセーフハウスはこの近くにあるはずですが、入り口は隠されています。ひとまずおかしな色をしたレンガやいかにも怪しげなレバーを探しましょうか。おかしなね。上行けそうだけど。お、あそこだ。あきら。甘いな。中っぽい気はしてるんだけどね。ご苦労さん。うん、正解だったね。さて、あのレバーはちょっと怪しいとは思いませんか？どのレバー？あ、セキュリティパネルね。来るかな。さてさて、重武装すぎるんだよな。よし、これのことか。これを開けてみると。マグリ、力を貸して。どうやらマリクがセキュリティの一部をアップグレードしているようです。彼は変質的でぶっ飛んだ人物ではありますが、一方でその分野の専門家でもあります。果たしてあなたの手に負えるかどうか。さて、隠れ家を探さないといけないんだけど。ですが私なら問題ありません。どうです、ドローンはお気に召しましたか？悪くないでしょう。ありがとう、バグリ。光栄です。良いですか。マリクについて分かっているのは自分の賢さを過大評価しているという点だけです。ですから私が処理を始め次第、ドローンか何かを送り込むような対抗措置を取るでしょう。その間は私の背中を預けますからね。分かった。いやはや、ドローンですか。あれだけ吠えたのですから、マリクにはもう少し頑張ってほしいものです。セキュリティドローン程度、話になりません。ハッキングしてしまいましょう。私はマリク。サーズのファイルならバグリーよりも素早く解析できる。だが私の考えうる最も厳重なセキュリティ対策といえば自動プロキシジャンプだ。やれやれ、準備はいいですか？ええ、もちろん。素晴らしい。
マリク、こんなものに私が引っかかるとでも思ったのですか？すぐに終わります。全然当たらねえ。ここよし。マジか、びっくりするぐらい、びっくりするぐらい、当たんねが。催涙か。戻りました。今度こそ邪魔をさせないでください。早い早い、テンポが早すぎるって。反対側か。戻りました。今度こそ邪魔をさせないでください。ジャックするにも。そんな、よしよしよし、 CT 奪ってしまえば。カズ、ドローンの対処をしてもらえないとセーフハウスをハッキングできません。もう一度トライしましょう。上がってるんだけど数が多すぎるわ。よし、あとはこちらをひっくり返してここにスクリプトを挿入して、じゃじゃーん。いや、ダメでしたね。失敗です。いやー、どうするこれ。おー、マジか、やべえもん積んでるな。もう少し処理を早められます。もう一度試してみましょう。誰もいないのか。なるほど、私が細かなポイントを取られて全体を見逃すと思ったのですね。なかなか賢いではありませんか。ですが私には及びません。いや、あのね、むずすぎる。え、もう一回ってこと？はあ。急に難易度跳ね上がったな。はい、どうも。しかもこれ危ない危ない。
普通にもう行ける感じかな。あれ一回じゃ行けないよね。早いしむずいわ今のは。弾もなし。はあ、サーズシールズバスか。マリカ所有するバッジと、いやー苦労したよ。前に使っていた暗号でメッセージを変換し、15秒おきに再発信するよう設定しました。みんなよくやった。あとは仲間を助けられるようにマリクを説得するだけだ。よし。それとありがとう。おじけづいても仕方がない状況なのに、みんな本当にすごいよ。あんたたちが仲間でよかった。さあ、あとは出るだけ。いやーめちゃくちゃきついな。暗号化された通信です。マリクね、つないで。私を脅したからにはそれなりの理由があるんだろうな。なければ切るぞ。私たちの仲間がエマチャイルドに誘拐された。何か吐かされたらあなたにとってもまずいんじゃない。なるほど。偶然にもエマを監視していた。だが条件がある。エマを生きたまま連れてくるんだ。まだセムテックスは見つかってない。見つけ出すにはエマが必要だ。仕方ない。サーズは誘拐した者を尋問するのに建設現場を使っている。周囲から隔離されていて死体を隠すのにはもってこいだからな。情報によるとエマもそこにいるようだ。つまりそちらのメンバーが情報を吐いていなければまだそこにいるはずだ。わかった。時間をかけるほど拷問にさらされることになる。仲間が情報を吐く前に見つけ出してエマを捕まえろ。今後祈る。さあ時間との勝負みたいな言い方だったけど、次はまだ救出しろがあるのか。よし、とりあえずここまで飛ぼっかな。え、この先か。マリクの考えではエマチャイルドはここで私たちの仲間を捕らえています。確かにボーリング玉にかぶせたゴム手袋に負けないくらいキツキツに警備されています。わかった。連絡が来ました。妙ですね。これは今すぐ馬鹿げた行為をやめるんだ。誰これ。サーズ反テロ対策局長エマチャイルドだ。お前は大きな間違いを犯してる。リチャード・マリクは信用できない。やつは。はいはい、もうおしまいですよ。失礼いたしました。どうやってハッキングされたのか特定するのに時間がかかりまして。問題ないよバグリ。良かった点としてはマリクの誘導は正しかったということです。彼はこちらの仲間を利用しようとするでしょう。彼を探せばそこに必ずチャイルドもいると思われます。まあうまく使われなければいいけどなって感じだよね。遠いか。フォロー。おい、無能はお前じゃい。よし。んで
そこね。ダメー、逮捕されたか。よし、さっきの仕返し。さあ、他にゲット。諦めて出てくるのよ。捜索を続けるよ。意外とね。まだ捜索中。これでオッケーか。警戒態勢。爆弾を置いてくることもできた。しなかった理由は？バカだからだろ。共通点があるからだ。お互いリチャード・マリクに騙された。見ろ、アルビオンの新しい治安維持契約だ。準備はいいな？おおむねな。だがその前にどうなってるか教えろ。そうだな。今デッドセックというテロ組織に潜入している。会合をセッティングするから、奴らの到着前に部下に私の身柄を拘束させろ。リアルに頼むぞ。バレないようにな。汚い手だ。そうだろうリチャード。そんなことをして何になる？テロリストが死ぬ。これは推測だが、マリクは爆破事件に関わっている。隠蔽にもな。そして奴と共謀者は新たな爆破を計画している。それはあんただろ。そういうさ、スパイの処方だ。嘘は真実に混ぜて伝える。あんたの方を信じろって。取引材料はまだ他にもある。仲間を預かっている。マリクを始末するのに手を貸してもらおう。いいか、そのドアが開くまで30秒だ。マリクの野郎が黒幕か。あいつか。とりあえず、マリクがゼロデーのリーダーだったの？断言はできませんが、どうやらそのようですね。次の攻撃のために私たちを騙そうとしていたのは確かです。分かってると思うけど、とんでもなく危険だ。どうするかは自分で決めな。関係ない。マリクは私らを亡き者にしようとしてる。奴を始末する。そして仲間を取り戻すんだ。分かった。でどうするの？本気でマリクを殺すつもりなら考えがあります。あなたが選択に困るほどね。開けた場所に呼び出して狙撃するってのはダメな理由は思い当たらないけど。それでもいいですが、面白みに欠けませんか？毒を持ってみてはいかがでしょう。今のところ誰にも毒を使っていませんし。黙ってな、バグリ。私は狙撃に一票だ。仕方ありません。引き下がりましょう。提案に同意し協力するとチャイルドに連絡します。さあ、決定的証拠がまさかマリクの方だったとはね。で、次キルボックスと。で繋がるんだ。いえ、シコラクスと繋がりました。彼の頭に風穴を開けるために、公の場所で会うよう説得するのが目的だということを忘れないでください。
よし、任せときな。エマ・チャイルドは連れてきたか？その件で問題があるんだけど、会えない？何があったんだ？あいつは私らが来ることを知ってた。内通者がいるのかも。会って話せない？ピカデリーサーカスはどう？いや、ピカデリーはいつもアルビオンでいっぱいだ。トラファルガー広場はどうだ？バグリー、どう思う？トラファルガー広場最適です。なら話は決まりだな。切られました。よし、チャイルドにつないでくれ。仲間を返してもらおう。良い考えです。私だ。それで？こっちは準備できた。バグリーが詳細を送る。さあ、私らの仲間を返してくれ。リチャードの死亡を確認したら返す。おい、さっさと仲間を返せ。話と違うだろ。いいだろう。では無作為に選んだ地点に送り届ける。だがその後についてはこちらでは一切責任は持たない。無事に確保したいなら急いだ方がいいだろう。あの野郎。ということで、今回ここまでにしたいなと思います。いやー、展開が一気に変わってきたね。まあ、次回はキルボックスやっていきたいと思います。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。